海遊びで安全にここは気をつけてるなってことがありましたら、はい、ぜひともご紹介してもらいたいんですが、あの奄美大島に住み始めてからあの海の様子って毎日違うんだなっていうのを知ったんですよね。本当ちょっとした風とかちょっとした天気で波の高さとかあの荒れ具合っていうんですかね、もう本当に表情が毎日毎日海に違うんだなっていうのをあの本当に気づかされたんですよね。でだからサップもやりたいなっていう気持ちは毎日できたらやりたいけど、どうしてもやっぱできない日も出てくるし、ね、あのなんで安全のためにはやっぱその地元の方の話をしっかり聞くとか、はいはいはい、海に詳しい方の話をしっかり聞いたり、はい、あとはやっぱ自分がちょっとでも不安要素があればやらない、もうやらないで、もう一番 100% あの安全って分かった状態で海で遊ぶっていうところがあのすごく私は大切にしているところではありますね。はい、今先ほどボートに出会いましたけど、はい、私ども見てませんが操船かな。そうなんですよ、あの免許もないんですけど、あのちょっとだけ運転させてもらって あの楽しかったです。この沖にですね、はい、船長が、はい、免許を持っている船長がいたら、はい、その指導のもと、はい、ステアリングを握って体験できるポイントというか海域があるんですね。そこでやってられたんですね。だからいいんですかいいんですかって言いながらやったんですけど、ディズニーランドが見えましたよ、ね、あ、そうです。海からね、シーランドが見えて。じゃああの機会がありましたらまたボートの免許の方にもご挑戦を、ちょっと考えましたね今。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。あの今井さん、今後、まあ、あのやってみたい何か、はい、マリンレクリエーションとかありますか？そうですね、あのまだ奄美でダイビングをやってないので、そこはやりたいなっていうのと、まあ、今日カヤックもやりましたが、はい、あの結構お腹に力が入るというかすごいいい運動になったので、なんかそうカヤックとかもちょっとやってみようかなとか。綺麗でしょうね、奄美大島で。あとサーフィンまだやったことないので、それもちょっと向こうで。奄美大島も波立つんですか？あ、まあ、サーファーすごい多い。そうですか。だからマリン天国ですね。マリン天国です、はい、そうです、そうです。これからね、海に行く機会もどんどん増える時期にはなると思いますが、あの私自身海の近くで生活を始めて、あの本当に一日一日その日によって海の表情が全然違うんだなっていうのをすごく改めて感じております。もう海で思いっきり遊ぶなら何よりも 100% 安全の状態で皆さんあの海で楽しんでいただけたらなと思いますし、海で遊べることいっぱいあるんで、もう私も海のアクティビティ大好きですから、あのぜひぜひ今年は思いっきりいろんな海の遊び方でたくさんマリンアクティビティをあの皆さん楽しんでいただきたいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。